リーガロイヤルホテル広島は、広島県広島市中区元町にある、リーガロイヤルホテルグループのホテルである。1994年4月25日開業した、高級タワーホテルである。商業ビルである、元町クレドの主要テナントとして入居しており、構造は、地上35階、地下2階建て、高さは150メートルある。客室は486室あり、 スイートルームが用意されている。当ホテルは広島における芸品館として利用されており、来広する気品がここに泊まることが多い。また、1994年アジア競技大会ではここに大会本部が置かれたことでも知られている。2020年4月30日から5月1日には広島県議会の臨時会本会議が開催された。これは、 議事堂が耐震工事で使用不可能になったためであり、県庁に近く2019新型コロナウイルス対策が図れる広さを有する施設として選ばれたもの。株式会社リーガーロイヤルホテル、広島大阪に本社のある株式会社ロイヤルホテルの子会社である。1996年に同じ系列でかつて新広島ホテルの経営主体であった。 株式会社広島グランドホテルを吸収合併している。現在の法人は2017年9月1日に設立された2代目で、初代法人は株式会社 RRHH へ称号を変更され、2017年12月5日に広島地方裁判所から特別生産開始決定を受けた。公式サイトありがとうございます。